リチャード・ジェファーソン、リチャード・ジェファーソン、リチャード・アレン・ジェファーソン、1980年6月21日隊は、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、ロサンゼルス生まれ、アリゾナ州フェニックス育ち、NBA のデンバー・ナゲッツなどに所属していた、クリーブランド・キャバリアーズに所属した2016年に、NBA チャンピオンを経験。背番号は所属したチームでほぼて、 24をつけていたがゴールデンステートウォリアーズ在籍時には44をつけた。主なポジションはスモールフォワードだがシューティングガードもこなせるスイングマンである。大学はアリゾナ大学でプレー3年目のシーズンには NCAA トーナメントで決勝まで勝ち進む。デューク大学との決勝でジェファーソンは後半だけで15得点上げるなど活躍し、 オールファイナル4チームに選ばれたが、惜しくも優勝はならなかった。在学中のチームメイトには、ギルバート・アリナス、ルーク・ウォルトンらがいる。アリゾナ大学に在学中、2001年の NBA ドラフトで、ヒューストン・ロケッツから1巡目13位指名を受けるも、開幕前にトレードで、ニュージャージー・ネッツに入団した。以降、2008年までネッツ一筋でプレーしている。 ルーキーシーズンは79試合に出場9.4得点3.7リバウンドの記録を残す。2002年にはチームを去ったスモールフォワードのキース・バンホーンの後釜としてジェファーソンは先発メンバーとしてその才能を発揮させるようになる。03から04シーズンでは82試合すべての試合に出場した。同シーズン。 スモールフォワードであるにもかかわらず、フィールドボール成功率で、リーグ12位にランクインする活躍を見せた。2004年オフシーズンには、アテネオリンピックアメリカ代表としてもプレーした。04から05シーズン開幕からは、チームの大黒柱ジェイソン・キッドの怪我やケニオン、マーティンらの主力放出により古軍奮闘を強いられたが、キッドの復帰に加え、 トロントラプターズのエースビン・スカーターをトレードで獲得し、NBA 屈指のトリオが誕生した。だが、直後にジェファーソンが右手の人体断裂の大怪我をしてしまい、シーズン中3人が同時に出場したのは8試合にとどまった。05から06シーズンには3人揃ってプレー。ジェファーソンは周囲からカーターとポジションが被り、2人の能力が出せなくなってしまう。 という不安を受けていたが、そんなことは、ほとんどなく、うまく、コート上に共存している。カーター加入後は、第二オプションとしてプレー。得点は下がったものの、FG 成功率はアップした。06から07シーズンは、右足首に怪我を抱えたままのプレーが続き、成績は下降。2007年1月には、手術を決意し、戦線から離脱した。 シーズン中の復帰は絶望と見られていたが、3月には復帰。彼の不在で低迷していたチームもシーズン最終戦には勝率5割に達し、プレーオフに進出した。故障から立ち直ったジェファーソンは07から08、シーズンにはカーターに代わって、チームの得点源として目覚ましい活躍を見せ、故障に弱いというイメージを払拭して、全82試合に出場し、 平均22.6得点の高成績を残したが、ネッツはシーズン序盤から不調に陥り。さらにジェイソン・キッドがチームを去ったため、プレーオフ進出は果たせなかった。2008年オフ、ネッツは再建を図るために、ジェファーソンのトレードを決意。ジェファーソンはルーキーイヤーから7年間過ごしたネッツを去り、ミルウォーキーバックスへ移籍した。バックスでは、 AS のマイケル・レッドとのデュオが注目を集めたが、レッドは故障でシーズンの大半を欠場し、ジェファーソンは古軍奮闘を強いられ、チームはデビジョン再開に沈んだ。2009年オフ、ブルース・ボーエン、カート・トーマス、ファブリシオ・オベルトとのトレードでサイ・アントニオ・スパーズに移籍する。移籍後、最初のシーズンはスパーズの豊富な数のプレイコールになかなかうまく、 対応できず、NBA デビュー以来2番目に悪い平均得点でシーズンを終えた。うまくフィットしなかったこともあり2010年オフに契約を解約し FA となり有力なメディアもスパーズとの再契約はないと報じるなど遺跡は決定的と思われていたが4年3900万ドルでスパーズと再契約を結んでいる。2010から2011シーズンでは主に シュートセレクションと 3PT の正確性が前のシーズンとは見違えるようになり、スパーズの戦術に欠かせないピースの一つとなった。そのことについてジェファーソンは、スパーズに加入した選手は2年目に良くなるとずっと言われていた。昨シーズンの間ずっと今シーズンが本当に待ち遠しかったと話している。しかしながら、ジェファーソンのスタッツは年々落ちていき、 2011から12シーズン途中のトレードデッドライン直前にスティーブン・ジャクソンとの交換で引退を表明していた T.J. フォードとの契約権、将来のドラフト指名権と共にゴールデン・ステート・オーリアーズへ放出された。2012年3月15日、ゴールデン・ステート・オーリアーズに移籍。2013年7月5日、ユタジャズに移籍。チームが低迷する中、 全82試合フル出場した。2014年7月、ダラス・マーベリックスと1年契約した。2015年7月21日、クリーブランド・キャバリアーズと契約が合意。2016年のキャバリアーズ初優勝を経験し、同日の祝勝会でのインタビューで引退を表明したが、数日後に引退を撤回し、もう1年プレイすることをほのめかし、 7月6日に2年500万ドルで再契約した。2017年10月14日、ケイ・フェルダーと共にアトランタホークスに放出され、同日解雇された。2017年10月16日、デンバーナゲッツと契約した。優れた身体能力を持ち、オフェンスディフェンス両面において活躍できる、オールラウンダー。ダンクなど派手なプレーも得意な一方で、真面目な性格で、 チームに対する献身的な姿勢もこれまで属したすべてのチームから高く評価されている。例えば大活躍を見せていたにもかかわらず、04から05シーズン直後にビンスカーターがネッツに加入した後はファーストオプションを譲るなど常にチームの勝利を優先している。ネッツ在籍時にはジェイソン・キッドが得意とする速攻のファーストオプションとして 誰よりも早く敵陣に駆け上がっていた。キットもジェファーソンには絶大な信頼を寄せており、バッシュの音を聞いただけで彼がコートのどこにいるかわかると語っていた。スタイルイコールテキスト、アライン、センター2011から12系。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。